事故に遭った YouTuber がヤバすぎる。1位アバンティーズエイジ。登録者数120万人の大人気グループアバンティーズのメンバーエイジさんが2019年休暇中にサイパン島で高波にさらわれ亡くなりました。2位動くちゃん。大人気ゲーム実況者でクンさんなど多くのストリーマーとコラボしていました。恋人との別れや誹謗中傷で病んでしまい亡くなりました。3位フィッシャーズシルク。左手の指を包丁で切断します。銭湯へ行くために氷を刻んで水筒に入れていたところを指を滑らせてしまいました。今は結合しています。